はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も霊国プレイしていきます。まあもうサブタイトルはいいでしょう。池田貴族なんちゃらは、はい、前回ですね、お風呂場に幽霊も出てきて、なんでこの主人公も帰ろうとしないのかよくわからないんですけど、やっぱりこれね、この主人公も何かあると思いますね。これ普通の人ではないでしょう。奥、どこだったっけ、2階もあるけど、まずは1階だよな。ここに前回いたんだよな。ここにこうやって普通に、これ電気ついてるの、どっちが電気ついてるか分かんない。あ、ついてないか。普通に電気つけたら、あの変な女の人がシャワー浴びてて、すいませんっていうことで、すいませんって言ったらね、まあイベントもう起こらないですね。なんかいたんですけど前回で、こっち入ったっけな。ここまだか。ん？なんだこの部屋。あ、冷蔵庫あるぞ。あ、これキッチン。もう食器か。なんか入ってんじゃないの。見慣れない形？え、そうか。いや、あるけどな、こういうの。当時は珍しかったのかな。なにこれ。これがまたまどろっこしいんだよな。塩か。塩ですか。なんもないテーブルに。窓もなんか、ないんだよな。これオーブン。塩やたら置いてない、これ。システムキッチン。誰か水飲んでたな。あ、そういえば前回ね、これじゃないな。ん？あ、これこれ。増えたと思うんで、ちょっと、シャーマン。なんか微妙に増えていってんだよな。シャーマン、お、絵がついてる。シャーマンとは部族の中の祭司であり、聖者の迷える魂を探して病を癒し、いろいろなトーテムの精霊、なんかトーテムにやたら引いてあるけど、マジック、魔法のあれなのか。死者の霊と交信して部族に有益な情報を引き出したりする。おお、なるほど。あるいは獲物を呼び寄せたり、雨を降らせたり、超自然的な現象を発生させる術師のことを指す。あ、マジか、万能だな。あ、めっちゃあるじゃん、ページめっちゃある。え、すごいな。日本語で、あ、巫女なの。巫女イコールシャーマンか。おお、そうだな、神主さんの助手だよな。あれ全然霊的能力ないけど。あ、マジで。それ、イタコゲーって言うんじゃないの？ん？あ、イチコ。イチコって言うんだ。沖縄ではノロをやりた。あ、雑学すごいな、このゲーム。ただ、いらないよ。すげえ雑学が。あ、マジで本レベルだな。でも、本はまあ、さすがにもうちょっとあるけど。ダウジング。はいはいはい。あ、ダウジングを行う人はダウザーって呼ぶのか。めちゃくちゃダサいな。めちゃくちゃダサいでしょ。不審人物だもんな、完全にダウジングしてたら。はいはいはい。因縁、仏教用語なんだこれ。教養か。何これ。あ、なんて読むんだろう。式場。式場因年霊。そんな呼び方あるか。色恋沙汰で命を落とした者の霊、あるいは霊として、思念が色欲のみ、色欲にのみ支配されて、マジで。マジでやばいんじゃないの。特化してしまったか。あ、執着強そうだな。あー、マジか。こんな呼び方あんのか。で、5ページもある。あ、女性の方が多いの。いやいやいや、もうこんなことはいいんだ、こんなことはいいんだ。いや、でも勉強にはなるよ。かなり勉強にはなるよ。すごいな、侮れないな、PS1。なかなかの情報量ですよ、これ。まだ 7% とかだったかな。読み込んでいったらかなりの情報になるはず。
広いなマジで。うわうわやばいねこれ。え、これ引くの？引くよ。下見ようか。うわあ。もうこれだったら和式でいいじゃん。こんな。あ、引けないの？何もできない。引けないんだ。こいつもさすがにトイレしてないの、ね、お。あ、行き届いてる。マジで。うわ、すげえ高いところにあるな。そして何もない。ちょ、写真ぐらい欲しいんだけど。あ、絵がある。うん。え、見える？あ、見える。張ってんだ。違和感？違和感ある？これ？恥ずかしい。これ？マジで？違和感ある？え、どこどこ？これ？芋虫みたい。あ、あ、マジで？芋虫みたいなところ？マジで勝手に撮っていいの？勝手に撮っていいのかな？あ、ここじゃないの？アイテム。悲しい。あ、か、あ、使えるんだ。あ、マジで鍵違うの？何これ？こっち行くぞじゃあ。うわー、怖えー。あ、電気電気。お、広っ。いいと思った。あ、音楽。すげえとこに置いてんな。危ないよ、地震の時に。ぶっ壊れるよ。おお。なんだこれ。うん。これアンプ？なんか音鳴らす系か？あんなとこない。ここなんかあるだろ、こんだけ。ミキサー、 CD プレイヤー。あ、失われた道。入り方やばいな。うん、これオープニングの曲かな。あ、止まった。え、あ、止まった。え、どういうこと？あれ、止められないぞ。いや、こんな曲ずっと聴かされても壊れてんのか。あ、小さくなっていってる。なになに、なに。え、え、なに、長くない？え、どういうこと？いや、テンションだけ下がるわ。せっかく音楽流したのにテンションだけ下がるわ。なんもないんか、この部屋。ビデオテープか。全部同じに見えるけどな。なにこれ？シアター？黒板？あ、プロジェクターか、やっぱり。データベースなんか増えてるかな。増えてる。十字路。十字路だけで8ページも使うなよ、マジで。何の学問だよ。おお、クレムリンエフェクト。何？あ、機械の原因不明のあれか。GE と呼ばれるの。あ、なんだ、トースターでパンが黒く焦げになったり。いや、それ焼きすぎでしょ、ただの。うん。あ、シャワーの冷水と温水が逆転したりする。ただの故障でしょ、全部。うん、原因不明か。あ、なるほど、原因不明ってことか。うん。あ、このソフトをプレイしててバグがあっても、それはグレムリンのせいか。ただの故障だろうが。言い訳すんなよ。うまいけどさ、言い訳だけはすんなよ。バグもまあバグとして認めていこうよ。なんだ？ 2 階行くか。
何もないんだもんな。うわー怖え。何かい、え、なんかいいんじゃないの。ロード、どっち。あ、暗い暗い。何これ、なんだこれ。いや、なんだこのゲームは。え、どうしたどうした、やばいんじゃない。何、誰誰誰、うわやばいんじゃない。いや恐ろしいよこれ。何これ、え、え、データベース。あ、違う違う、この違うよ、データベース 見れないな。あ、見えた。うわ恐ろしいぞこのゲーム、マジで。うん、これ読んでちょっと落ち着こうか。うんうん、ノックするような音したな。音、階段から上がってくる。うん、予言まである。挙句の挙句には、うん、半世紀前に実際起きた戦場での、え、マジで音が再現されんの。もう、いや辛いよ、帰りたいよ。もう見に行こうか。ロード入ってんな、微妙にロード入ってんな。ここでいたらやばいんだけどな。来た。え、なにこれ、なにこれ、落とされた。え、なんか落ちる。警告、予知、気の迷い。いや、予知、押された警告なのか。え、マジで、またデータベース。え、降りたらダメ。なんだこのデータベースのおすすめは。予知、エピソード語ってくんなよマジで。もうウロボロスの蛇、これ降りたらダメなの。でも2階暗いんだよ、2階暗いんだよ。電話ある。え、なんで。あ、ロード入ったのか、おかしいよこれ。2階だってなんもないんだもん。何これ、くそバカにすんなよ、鍵何個持たせんだよ。え、あったあった。うわぁこうなってたの。え、どこ開けてたんだ。あ、開いた。何これ、横置き。なんだなんだ。あ、懐中電灯。モップ、モップ、狭くない、狭くないこの横置き。うわー軽いけど暗いな、まだ。あ、これ開けようとしてたのか。ん、あ、そっかそっか。うん、仏教の曼荼羅。え、ちょっと待った、ちょっと待って。まあいいや。データベースだろうな。
鍵かかりすぎじゃない？そう。くそ、何個鍵あんだよ。うわ。なんだなんだ。地理関係。マジで。骨？骨？え？比較希望か。マジで。火かくんじゃないの？意味がない、ごめんなさい。あ、写真来た。あ、来た。あるはずのない手。あ、見ないとダメか。写真来たよ。このなんか、え、拡大マークつけようか。え、あ、なんだこれ、旗から手が出てきてる。いやいや、このアップの仕方おかしくない。わからないよそれ。解説、うん、最上川でいいのかな。記念写真、一番後ろの列の左側2番目の男性に注目。手があるのだ手があるのだか。彼の肩に手を回して人物は見当たらない。うん、仮に後ろに隠れて肩に手を置いたとしても写真のような角度に載せることはできない。うん、手首の切れ口を見るとまるで刃物をスパッと切ったようだ。このように断言もできない体のパーツが写る写真は、写るケースはくっきりと写り込むことが多い。そして集合写真に多いのも特徴。ああ、確かに確かに集合写真に多いかも。そう、なんでこんなところに置いてんだ。殺人なんかあんな。瓶、ああ、データベース、データベースやたら進めてくんな。あ、切り抜き。うん、有名な高校息子が地元のポストグループに自家用車ごとに拉致され、リンちゃんは悲しい。その殺害方法も、うん、頭を石で割った上、あ、すごいな。手足を縛りガソリン、うわ、すげえな。極めて残忍なものであった。うん、主犯格の少年は被害者の、あ、名前を伏せてんのか。被害者はマムラ様、母一人、子一人の家庭で評判の高校息子だったという。うん、死因は使用た出血多量による、あれ、あ、これで終わりなのか。下降りていいかな。そうそう、セーブしたいんだけどな。うん、あ、洞窟。うん、データベース、なんか落ちてるぞ。うわ、開かずの間みたいなのあるな。置いとくなよ。え、漂う浮遊霊、これもがっつり写ってるっぽいな。がっつり系っぽいよ。あれ、なんか違うな、並びが違うのか。あ、え、あ、お前かい。お前かよ。あんたかい。おお、いや、あんたかいって。うん。友達と数人で連れ立って、スキーに行った時に撮影したものらしい。
写真上部中央から左上と動きのあるような光の先に顔がはっきりと映っている。うん、ちなみに全く見覚えのない顔とのこと。前後のネガを確認してもそのような人物はいない。さらに不思議なことに同じ条件で撮影した写真の中でこの1枚だけがやけに明るいことだ。事故死した霊が旅館内を浮遊しているのだろうか。はい、ってことみたいですね。うん、うわあ、この演出怖いな。データベース見よう。で、どっちですか。うん、マジで怒る直前テレキネシス、マジでなんか怒る。ここでうわあ、うわあ、やばいよ、ここやばいよ、この部屋。マジでそんなバカなことある。ここで寝るとかいうやついる。メンタルお化けでしょこれ。メンタル化け物だよこいつ。鋼のメンタル持ってるよ。鉄の心臓取って大丈夫かな。相当集めちゃいけないもん。やばいんじゃないこれ。お前か、さっき言ったの。覗いてきてたな。俺の部屋に入ってくんなよみたいな。なんて。うん、あ、聖書か、黙示録。なぜヨハネはこんな言葉を残したのだろうか。なぜ音声が急に入るのだろうか。あ、ちょっとフライングしたなこいつ。うん、途中までしか読まなかったんだけど。あ、ガチで読んでくれてた、ごめんね。読ましてごめんね、遅いから読むの。セットした？あ、セットしたな。これで寝ろってこと？火をつける手段。おー、火をつける手段はないな、確かに。なんか出てなかったか、今。間違えた、間違えた。なにこれ。あ、そう。君も結構我慢してるよね。なかなかこいつ落ち着いてるよ。なんもないの。どうしよう。寝る？絶対寝たらダメだよな。でも寝る。ふざけんなよ。夢には様々なもの、人の心や精神、時には霊的な影響も反映される。あ、それだけ？ちょっとそろそろ降りてみるか。やばいかな。予知してたもんな。なんかあるな。あ、大丈夫だ。で、あ、帰ってこえた。
で電話できる。え？うん。いや、相当やばかったよ、今回。はい、ということでね、今回ちょっと長かったんですけど、これぐらいで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて上げにつながっておりますので、よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。